皆さんこんにちは、コージです。さあ、全国で外出自粛ということで規制はされておりますが、まだ北海道はそこまでの強制力はないので、まあ、不要不急の外出は控えてということなんですけれども、ちょっと一人でモアイ像がある滝の霊園ですね、そちらの方に行ってみたいと思います。おそらく誰もが写真を撮りに行く場所じゃないかなと思っております。まあ、僕も昔車の写真を撮りに行ったことがあります。もうそれ以来かな、 7,8 年ぶりだと思います。さあ、それにしても北海道、家出るとき車の温度計見ましたら7度でした。まだ2桁に行かないんですよね。先週は雪も少し降りましたし、寒いんですよね、風が。今日も風がちょっと強くて、グローブ普通のつけてきたんですけど、防寒のにすればよかったかなとちょっと後悔してます。全身は一応風はしのいでるんですけど、ちょっとどっかから風が入ってくるのかな、寒いですね。だから今日はあまり遠出しないで帰ろうと思ってます。バイクが納車されてから、まあ、地味に車庫の中でカスタムをしていったわけです。一応元ブログ用にこれ見えると思うんですけど、ミラーにステーと携帯ホルダー、 USB 電源、あとブレーキレバーも変えました。加藤式ですね。まあ、全て Amazon です。あとここからじゃ見えないんですけど、ヘッドライトも LED に交換しました。いや、この LED が外れなくて外れなくて、違う、元のハロゲン球は取れたんですけど、 LED をつけたらあのザガネの厚さ分増えたせいなのか、全く金具が引っかからなくて、まあまあ1時間ぐらい格闘して、もうこれはダメだということで、引っかかる金具がちょうどプラスのビス、タッピングビスで金具を押さえてたんで、もうその金具ごと外して、バルブを押さえるあの針金、あれに引っ掛けてビスで締めるという荒技で解決しました。いや、もうさ、指の先っちょが痛くて痛くて、もう泣きそうになりました、寒い中。なんか久々に来たらなんかいろいろできてるんですね。この辺を通る用事がないので、まずまずわかんないですね。だいぶ道路も2車線部分が増えたように思います。まあ、こっから先はずっと片側1車線でしょうね。市内は雪はもうほぼないんですけど、やっぱり山側に来るとまだ残ってるんですね。
キーさんの気持ちがわかる。手が寒いっす。サカンケがこの間指挟んだんですよ。ここ血まめができてめっちゃ痛かったです。走るとめちゃめちゃ寒いっす。ああ、これ少し入ってるもんな。見えますか？このモアイ像。不思議な光景。そうだそうだ、これですよ。これでも撮りますか。これニュースになってるんですよね、意外に。